昔忍びの礎を築きし一世の勇あり、そのもの遠き未来に夢を託さん、夢を託されし者もまた己が信念に生き、それを果たさんとした。火の意志は歴二人でお父さん起こしてきてくれる？はーい。父ちゃんまだ寝てんのかよ。大人にはいろいろあるのよ。お父ちゃん起きてー。お父ちゃん朝ごはんだよ。起きてー。まだやってんのかよ。そんな可愛い感じで父ちゃんが起きっかよ。見とけよ。起きろってば。な。へえ。いただきます。今日は火影の就任式とかいう大切な日だろ。自分で起きろってばさ。じゃあ私は羽織取ってくるね。あれ、まだできてねえのか？うん、ごめんね。なんか刺繍屋さんがすごくこだわりの強い職人さんで。俺だけは誰にも譲れん。わしの長年の責任じゃ。歴代おかげ、すべての刺繍を入れてこられた方らしいんだ。それで完璧なものを仕上げるから就任日のギリギリになるって言われたの。そういや、加賀先生の時間に合ってなかったような。うん。そっか、そんなに時間かかんのか。ええ、これから受け取りに行くんだけど、式に間に合わないといけないから私はそのまま会場に行くね。だから子供たちと一緒に先に行っててくれる？わかった。早く食べろよお前ら。はーい。ありがとうございます。うん。これなら間に合いそう。ナルト君、似合うかな？お待たせしました。日向君。ナルトはまだなの？そろそろ時間になっちゃうよ。え？まだ主人来てないんですか？昨日ハメを外しすぎちまったか？そんなことないよ。あ、これお願いします。はい。私見てきます。大変ですね。だね。おーい、二人とも行くぞ。やだ、持っていくの？ダメだ。なんか疲れて、どうせ俺が持つことになんだから。邪魔だから置いてけって。持ってくの？みんな来んのにそんな恥ずかしいもん持たされる俺の身にもなれってばさ。恥ずかしくないもん、かわいいもん。かわいくないもん。何やってんだ。父ちゃんの大事な日なんだぞ。持ってけって。離さねえよ、お前が離れよ。おい、二人とも。もう行かねえと間に合わなくなっちまうんだけどよ。やっちまった。悪い。でもお前が引っ張らなきゃ。え？母ちゃんと同じ目？え？
ことだってばよ。うわ、来た。ロックオン。兄弟喧嘩はその辺に。天屈。これが意外といける感じなのよね。あたし好みの味付けっつうか。あんたになら1個あげてもいいけど。大丈夫、ありがとう。っていうかそっちのまずいじゃなくて。にしても早く終わんないかな。こっちのランチの都合もあるのよな。ま、私もほかげなんてどうでもいいんだけど。ナルトのやつ何してるの。ダメだ、もう間に合わないよ。これこうなったら仕方ねえ。おい、このハマル。はい。ではこれより七代目ホカゲの就任式を始める。この場を取り仕切るのは六代目ホカゲこと、この私、畑かかし。どうかよろしく。では早速、この人物にご登壇願おう。これより七代目ホカゲに就任する男、皆もご存知、渦巻きナルト。本当になっちゃいましたね。ああ。どうしたんですか？いや、あいつらしいなと思ってね。ナルト、大変なのはこれからだ。だがきっとお前なら。サンキューだってばよ。俺、すまねえナルトの兄ちゃん、どうにか変化の術でごまかしきるぜ。これナルト君、ナルト君どうしたの。これは急死の転結。これじゃ今日一日はもう。でも誰が。父ちゃんがたった一撃で、あんなすげえ感じの食らったら父ちゃんもう起きねえかも。ひまわり切れたらこんなにやべえって知らなかったってばさ。もうこれからは…かくれんぼのつもり？どこかな？わかんないよ…お兄ちゃん…余談ですが、白眼には物を透かして見る透視能力があります。